4回目のスタート。膝が、まあ、痛いは痛いけど登れる。正木駅、今日は往路ではパス。今通ってる道は新しい道で Google に反映されてね。そんなこともあるもんだ、大真面目に。あのピンクの看板まで行ったら2回目の休憩します。うわあ、レイワ太郎ちゃん休憩。ちなみに雲海を雲海として認識してみるのは僕今回が初めてですね。あ、そう。はい、今まで言われてみればあれ雲海だったかもしれんなーっていうのはいっぱいあるんですよ。でもそれまで雲海を見れるのがそんな貴重なことだなんて思ってなかったんで、うん、急に歩いてた。はい、僕もそう思ってました。でもよく当たり前に、そうなんですよ。でもよくよく言われてみれば確かに雲を上から見るめったねえなーと思って。お、鹿児島1回目。解除中。よし先生、これ下ってるってことは登るんですかね。そうですね。なんてこったい。宮崎県最西端です。出口は右側です。お疲れ様でした。舗装路として来る、来れる宮崎県最西端がここです。あ、なんか目印置いといて。宮崎県最西端の地に来ました。舗装路としては最西端なんですけど、目印みたいなものは何もありません。まあ、よかったら来てみてください。舗装路最西端踏んだんで戻ります。これが全力っすよ。とっくに全開で踏んでますよ。先生、休憩を申請します。じゃあちょうど境目なんでここで。あ、ちょっと戻ります。なんか今見晴らしのいいところが。あれに見えるが伊佐市ですかね。なんか伊佐市らしき町が見えます。うん、自信がない。あの佐川西壁の篠さんっておるでしょう。あの人この道多分好きなんじゃないですかね。車は通らないし舗装はそれなりにいいし、逆に舗装が良すぎて言われますかね。行政建前所は宮崎県入りました。気になるんだったら見ていきましょう。
はい、まっすぐです。で、あとは田の関西を2つ3つ経由して帰りましょう。あ、いって。あった。いた。ここに田のカンサーがいらっしゃるはずなんですけど、いらっしゃらない。うん、ですね。今全力で踏んでます。はい。俺も全力。足はあるけどパワーがありません。
ー。